ロンプトは。絶好のチャンスかな。アーデン、あれバレちゃった。ここまでお疲れ様。どこだと思う？ジグナタス要塞。君たちから奪ったクリスタルが置いてある場所。知りたいんでしょ？俺が何者なのか。気の済むまで探ってみなよ。成績に拒まれ、大いにつくことなく葬られた哀れ。黄昏を喰らい、闇をまとい、暁を染めに、いつしか不死となりと、王家の復讐を果たさんがため、世界を闇で覆わんとしている。
復讐。戦績、星の魂の前に真の王が光の力を得るための妖怪、神が人が闇に抗いながらも真の王の誕生を待ちわびる。真の王が使命を果たし星の闇を払う。その時、真のノクタのことか。全ての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。星の闇を払う。ただ一つの力、その光を帯し指輪こそ真の王たる勝訴。歴代の王の剣と聖石の魔法、指輪に蓄えられた力は六神をも超越する。その力は真の王の依り代として宇宙潮に発現し、闇を払い星に夜明けをもたらすだろう。ノクトへの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだけど、そんな単純な話じゃないんだよね。俺の名前、正式にはアーデン・ルシス・チェラ。ルシス・チェラ。そう、実の弟に殺されたルシス。あ、そう。じゃあさようなら。
俺の望みはクリスタルの力を得て真の王になったノクティスの幸運に咲くこと。でもあの子頼りないだろう。だからもっと試練を与えないと。は？俺にとっては世界などどうでもいい。それ君が持ってたの。ノクトが犠牲になる未来など絶対に認めない。そんな運命は俺が断ち切る。君に使いこなせるわけないだろう。
俺の復讐は真のノクティスを殺すまで終わらない。イグニス、レイブスが力になってくれたんだ。一人で無茶しやがってバカ野郎。こんなのって俺のせいだ。俺が弱いから。なんで俺なんだって、なんで俺ばっかりって。自分がどうしたいのかも分かんねえのに、お前らを付き合わせてた。Thank you.
王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。やっとここまで来られたか。ああ、プロンプト、グラディオ、エグヌス、この10年今日この時のために準備をしてきた。みんなで決着をつけよう。俺たちは常に胸を張って生きる。